皆様、こんにちは、テクノアイです。今年もチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございます。新しい年がスタートし、今年はさらに楽しいコンテンツをお届けできるように頑張ります。皆さんと一緒に成長していけるような動画を作っていきたいと思っていますので、ぜひ引き続き応援をよろしくお願いします。早速ですが、皆様は、他の作者が作成したモデルの頭だけを使用したいとか、あるいは体だけを使用したいと思ったことはありませんか ?2025 年最初の動画は、モデル A の頭とモデル B の体を合体して、モデル C を作成する方法についてご紹介し、そんな皆様のご要望に応えます。全体の流れをご説明すると、最初にモーフマージ&スプリットというプラグインをダウンロードして追加します。その後、このプラグインを使用して、モデル A から頭のモーフ値を取り出します。また、モデル B から体と、下半身の大切な部分のモーフ値を取り出します。これらのモーフ値を使用して、デフォルトモデルを変形し、合体モデル C を作成します。それでは実際にやってみます。はじめに、バムハブからプラグインのモーフマージ&スプリットをダウンロードします。シーンに戻ってプラグインズタブをクリックします。アドプラグインをクリックし、セレクトファイルでアドオンパッケージズの中のモーフマージ&スプリットを選択して追加します。これでプラグインの準備は完了しました。オープンカスタム UI をクリックして開きます。デフォルトではオートビヘイビアとポーズモーフが含まれないようにチェックが入っています。特段の必要がなければデフォルトのままで変更しなくて大丈夫です。ネクストステップをクリックします。次の画面もデフォルトのままで変更しなくて大丈夫です。ネクストステップをクリックします。今回の動画ではしのぶさんの頭のモーフデータを取り出しますので、エクスポートボディモーフとエクスポートジェニタルモーフのチェックを外します。モーフの名前を後からわかりやすいようにしのぶに変更します。エクスポートモーフスをクリックします。エクスポートの結果を確認して段をクリックします。これで頭のモーフ値の取り出しは完了です。次に、体のモーフデータを取り出すためのシーンを開きます。今回の番組では、かおりさんの体のモーフデータを取り出します。オープンカスタム UI をクリックして開きます。デフォルトではオートビヘイビアとポーズモーフが含まれないようにチェックが入っています。特段の必要がなければデフォルトのままで変更しなくて大丈夫です。ネクストステップをクリックします。次の画面もデフォルトのままで変更しなくて大丈夫です。ネクストステップをクリックします。今回の動画では、かおりさんの体と下半身の大切な部分のモーフデータを取り出しますので、エクスポートヘッドモーフのチェックを外します。モーフの名前を、後からわかりやすいようにかおりに変更します。エクスポートモーフスをクリックします。エクスポートの結果を確認して段をクリックします。なお、モーフデータがない場合は作成されません。今回、下半身の大切な部分については、デフォルトから変更がないため、モーフデータは作成されませんでした。最後に、デフォルトモデルのヘッドとボディを変形して、合体モデルを作成します。今回の動画では、バムに最初から入っていた女性のモデルを使用しますが、他のモデルを使用して変形することもできます。フィメールモーフスのタブをクリックして開きます。デフォルトボタンをクリックして、さらにオールをクリックします。
モデルの毛布とポーズがデフォルトになります。毛布データはデフォルトから変形させるデータであるため、変更するモデルをあらかじめデフォルト状態にしておくことが重要です。ロードカスタムモーフスをクリックして、先ほど作成したヘッドとボディの毛布を読み込みます。フィルターに忍ぶと入力します。忍ぶさんのヘッドが表示されますので、スライダーを1にスライドします。なお、忍ぶさんについては、カオスキンに専用のテクスチャを使用していますので、テクスチャを変更します。ヘアスタイルでイメージが変わるので、ヘアスタイルも変更してみます。次に、フィルターに香りと入力します。香織さんのボディが表示されますので、スライダーを1にスライドします。なお、下半身の大切な部分の毛布データがある場合は、ボディと同時に表示されます。いかがだったでしょうか？今回は、プリインストールされていた女性のモデルを変形してモデル C を作成しましたが、モデル A もしくはモデル B を使用して同じ手順でモデル C を作成できます。その場合、髪の毛や服、肌テクスチャなどのシーンに含まれている毛布以外のアトムは、影響を受けずにモデル C で使用できます。今回は、忍さんの頭と香織さんの体をマージしました。違いがわかりやすいように、忍さんのオリジナルモデルと、マージ後のモデルの比較画像を表示します。マージ後のモデルの方が少し背が低く、胸が大きくなっているのがわかります。当チャンネルでは、3DCG や AI、動画編集などに役立つ情報をご紹介しています。励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。またお会いできると嬉しいです。それでは、皆様、ごきげんよう。白い息が空へふわりと消えていく。街は静かに眠り、光が雪に映る。君と手をつないだ冷たい指先だけど、その笑顔が心を温めるの。雪が降り積もる夜に君と寄り添って、一つの夢を見てる二人だけの世界。どんな寒さも忘れて、ただ君がいれば、冬の魔法にかかって愛が溢れていく。窓の外に広がる銀色の景色、君の隣にいると世界が輝いて見える。足跡が二つ並ぶこの道の先で、どんな未来が待ってても君となら歩いて行ける。雪が降り積もる夜に君を抱きしめて、一つの願いを込めた二人だけの奇跡。冷たい風も君のぬくもりが冬の空を照らして、愛を包んでいく。雪の音が響くたび君を感じてる。この瞬間が永遠に続けばいいな。冬の夜が終わる頃にそっと囁くよ。君をずっと愛してる変わらない気持ちで。雪が降り積もる夜に君と永遠を誓う。一つの心が今重なり合う瞬間。どんな季節愛を描いていく。雪のメロディー乗せて君に歌うよ。
ずっとずっと君と共に。